さん、どうもです。カブ君おはようございます。三毒の解釈たくさん出てきましたね。それこそがアニューズレワールド。見れば見るほど不思議が広がりますね。私はギフトでもまだあれねと思うことがあります。一人一人の見方や思いで変わる。それでいいというゆずくんに、今日もラブ全開です。正解はゆずくんのミシル。セバネ。でもゆずくんもあれですよ、多分。いろいろこう、もしかしたら、成果が変わるかもしれませんよ。もしかすると。わかんないけど、なんだろう、こう、メッセージとか多分、変わんないか。そんな変わんないか。まあ、ギフトの時はあれかな？そんなに、あれですかね。あんまり変化はないかな。でも、あれかな？今回のリプレイは結構見る時によって、もう変わりそうだね。確かにね。ギフトは、もうそのままギフトですね。いろんなギフトでした。アーニャさん、どうもです。カブさん、おはようございます。三毒の豚肉のフリーズキについて様々な解釈いただきありがとうございます。面白いですね。豚は宗教によって忌み嫌われる一方で、歴史的には食糧難を救ったり、縁起のいいものとされていますよね。今日の夜、またリプレイを見てみます。ところで、チケットの当選の仕方は、販売するチケットサイトのシステムによって違うんです。あ、違うんですよ、ということですね。なるほど。1日しか当選をしない。複数日当選する。第1希望が優先で、応募者を優先だと、諸説がありますが、本当のところわかりません、ということですね。なるほど。こういったシステムとかによっても、当たりやすい、そうでないっていうこともあるんでしょうかね。豚についてはね、そういう歴史的な食料を作ったりってあるんですね。縁起のいいもの。でもなんかこの、宗教によって食べちゃいけないとこもありますよね。確か、あれ、アラブはダメですよね、確かね。ユナさん、よろしくお願いいたします。カブ君、おはようございます。羽生さんが最近、赤の衣装などを使用するということで、カブ君が言うように、最近の、世相を表してるのかなと思って赤について調べてみました。日本では赤というと女性を表すようです。そうなんだ。赤というと女性を表すようですね。欧米では愛、情熱、血の気、血気ですかね。興奮、革命、行動、危険。インドでは純粋に官能などのスピリチュアル的だそうです。そうですね。確かに赤のドレス着た女性、すごいなんか魅惑的に見えちゃうのかな。過剰なエネルギー、ネガティブと一般に捉える。その方、一方で、中国では幸福、吉祥、でも吉祥、楽しみ、情熱、発展、成功、順調、成熟とポジティブが全然違いますね。やはりカブ君が言うように、世相を象徴してるんでしょうか。ロシアとウクライナの戦闘、イスラエルとハマスの戦闘、その一方で世界の平和を守る、相反するんでしょう、あ、思いでしょうか。赤という一つの色に正反対の思いが込められています。込められてますね。まあ中国の国旗って赤ですよね。赤で星ですか、ですよね。確かね。だから、中国では赤が結構やっぱりあれかな。結構いい色なんでしょうかね。なんていうか、国の色なのかな。確かに、中華料理って赤い料理が多い気がするな。で、辛いものが多いじゃないですか。で、麻婆豆腐だったり。なんか全体赤いですよね。なんとなくね。そんな、なんか国の色を表してる気がするな。だから、赤い色っていうのはポジティブなんでしょうね、きっとね。すごい面白いですね。でも、一般的には、日本、一般的には、まあ、愛とか、興奮、革命とかなんだね。まあ、これ多分どっちも含まれてんじゃないかな。ねえ。面白いですね。羽生さんもしかしたらそれも、なんか、あるのかな？なんか。ね、持ってるかもしれませんね。なんか